中津市、中津市は、大分県の北西端に位置する市である。大分県内では、大分市、別府市に次いで人口が3番目に多い都市である。城下町で、青の道門、羅漢寺、福沢諭吉急居、中津城などの文化財や、歴史的建造物、地域南部には、継承地の野馬県がある、観光都市である。中津市は、旧部全国にあたるため、 福岡県北九州地方、北九州市、行橋市、武前市、築城郡、京都郡などとの結びつきが強く、福岡県からの通勤、通学人口が非常に多い。特に旧工芸郡地域であった武前市、工芸町、吉富町は、古くは旧下下郡と合わせて三毛郡という一つの郡であったため、中津市との関係が深く、経済、文化、生活面で、 中津市と一体である。そのため、山国川を挟んで隣接する福岡県吉富町、工芸町は、築城郡の中心都市である、武前市との合併を拒否して、中津市との越境合併を視野に入れている。経済的に、北九州都市圏の中にあり、同都市圏の5%通勤圏であるが、小都市圏である、中津都市圏、約21万7千人の中心都市としての役目も、 になっている。また南部の山国町は中津市街地よりも北市の方が距離的に近いため北市との結びつきが強い。2004年平成16年末にダイハツ車体株式会社が中津市昭和新店に本社工場を移転したため自動車関連工場の集積が進んでいる。2015年平成27年3月1日。 東九州自動車道の中津インターチェンジが開設された。また、北市方面に中津北道路の建設も予定されている。セット内開式機構のため温暖で、年間降水量も九州地方では少ない地域である。市内北東部の野寄市に行けでは、環境省のレッドデータブックで絶滅危惧愛種に指定され、現在生息が壊滅状態となっている。 別甲トンボの個体群が繁殖している。山国川上流の耶馬渓町に位置する耶馬渓ダムは北九州、大分県北部の水亀の役割を担う。国道1号南側には上陸性による上理じわりの跡が現存しており、古代から中津平野の開発が行われていたことがわかる。日本神話に出てくるとよ原中国。 豊足原の中津国はこの地であり、豊かの国や中津という地名はその名残であるとする、説があるが、一般に受け入れられていない。城下町としての歴史は、1587年に、黒田義高が、豊臣秀吉から武前六軍、京都、追記、中津、高下、下下、宇佐の16万国と馬形家城、福岡県行橋市が与えられた後に、 拠点を山国川川口部に移し中津城を築城したところから始まる。市街地がほぼ完成したのは1600年代中頃とされる。城主は後に細川市、小笠原市を経て1717 17年、京方2年に奥平市が入法し、明治維新を迎えることになる。廃藩地県により現在の地域は中津県となり、その後国ら県から 福岡県となったが、1876年8月21日に、福岡県の内宇佐軍と下下郡が、大分県に編入され、中津市長が設置されたことで、大分県北の中心地として重要性を帯びるようになった。近代工業の始まりは1879年から1880年にかけて工場が設置されたのが最初とされ、1890年代には、 繊維工業が集積するようになった。1944年の神戸製鋼所進出は第二次世界大戦後の重工業化のきっかけとなり、1970年頃までは鉄工業と衛星陶器製造等々及び関連企業が特に盛んであった。1970年代後半からは自動車関連工場の進出が中心となり、1984年には 豊かな国テクノポリスの中心都市に指定された。中津市には唐揚げを売る店舗が多く、惣菜店、肉屋以外にも唐揚げ専門店がある。中津市は唐揚げを扱う店舗を掲載した唐揚げマップを作成しており、観光案内所でも同様の地図を配布している。かつて1990年秋にケンタッキーフライドチキンが中津市に出店したが、 売上不振のため1995年5月に撤退した。地元では唐揚げとの競争に負けたからという都市伝説が定説にな、いる。なお、KFC は2007年に再度、市内の夢タウン中津に出店している。イオンモール参考進出などの影響を受け、中心市街地にある大規模小売店の多くが撤退した。交通面では、小倉方面、 中津街道イコール国道10号、大分方面、日向街道イコール国道10号、ヤバ系、北方面、北大館イコール国道212号の分岐点である。また、市内中心部から、大分市まで車で1時間30分、北九州市まで車で1時間弱の距離にある。2015年3月には、東九州自動車道、中津インターチェンジが開通した。 また、大分県道23号中津高田線は、大発車体の移転に伴い、片側に車線に拡幅されている。2004年、平成16年3月まで、西鉄バス系地区の中津支社が、中津駅北側に所在し、行橋市、かつては、北九州市小倉北区、津夏や福岡市中央区天神まで、や高下町、旧太平村ともえだ方面に、路線バスを走らせていたが、 沿線自治体が補助金を打ち切ったために不採算路線として廃止された。コミュニティバス、中津市、2005年の合併以前の地域は、大分県と福岡県の県境、須尾名灘を挟み、山口県とも近いことから、テレビ放送3県、FM 放送は4県、AM ラジオ放送局は、日中でも近畿地方の放送、MBS、ラジ、ABC ラジオ、ラジオ、大阪や、 隣国の大韓民国の放送までいる関する。このため、中津市、2005年の合併以前の地域や旧、三考村地域では、福岡市内に本社を置く5局、RKB 毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本、福岡放送、TV 9九州放送を見るため、UHF アンテナを、行橋局、福岡県宮古町大阪山に向けている住宅が、 大半である。また本矢、本屋場慶イ町、ヤバ町では、行橋局の受信は難しいが、少し標高の高い場所では、北九州局、北九州市八幡東九皿、倉山の電波が受信できるため、共同アンテナで、福岡民放公局を受信している世帯もある。また、2005、平成17年9月17日に、大分県発のコミュニティ放送局、 FM 中津が開局した。中津市街地では2008、平成20年3月25日にデジタル放送を開始した中津局のほか、山口県、山口局、福岡県、北九州局、行橋局のデジタル放送の電波も届いており、視聴可能である。は、個人、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。